この映画は極めて日本的な映画だと自分でも思います。まあ、現代の映画だと思います。それが、まあ、なぜアカデミーに受けたかというのは、まあ、これはいろんな方に、僕外人の方とこう一緒に映画を見てないので、その細かいリアクションであるとかどんなふうに感じていただくか分かりませんが、自分としては、まあ、いろんな悲しみであるとか、怒りであるとか、あるいは喜びであるという、そのどんな世界にもどんな時代にもあるその根源的な感情ってありますね。それを脳幹視を通して生きるための映画として撮ったということをきっとご理解いただけたのではないかなというふうに